はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回もですね、今回は、10くらいやってきました。はい、で、今回は、PSG 縛りを、蹴ってきました。だいぶ形になったかなと思います。はい、かなりいいかな、いい感じに今いってますね。ただやっぱり、だいぶメンバーがちょっとね、当初の思惑とは変わってきてるような感じを受けますが、うん、まあよく、まあいろいろなところ、まあ課題もやっぱりいろいろまあ見つかってはくるんですけど、まあその分やっぱりいろいろね、考えていくのも面白いなと思っています。はい。ということで、今回の開封いきましょう。1パック目。さあ、いいよ。ほい。ほっ。よいしょい。ほい。お。クリスティアン。プリシッチ。はい。ケーピンなんだろう。お、クロス重視かな？アーリークロスかな？どっちだろう。ほい、2パック目。いや。ほう。よいしょ。よいしょ。ほ。お。アルバラゴンダレス。ほい、3パック目。今回キラーあったかな？覚えてないや。例えば J、ね、J リーグも欲しいな。ほい。お、ベイル。ベイルは久しぶりに出たな。ほい。4パック目。いや。ほう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほう。ほい。お、アルフォンサ・アレオラ。アレオラってどうなんですかね？強いのかな？ PK セーブ。PK セービング？このアレオラって。どうなんだろう。まぁ、ちょっとね、使ってみたかったんだけど。まぁ、またちょっとなんかで使えればいいなと思ってます。はい。よいしょ。ほい。半分。5パック目。よいしょ。まだ J リーグが出てないなと思った。J リーグ欲しいんだけど。よいしょ。お、インシーニかな？インシーニ。そう、ナポリ縛りも一回やってみたいなと思うんですよね。まあ、バイオリン縛りをもう一回作り直してからになるかなと思うんですけど。まあ、やってみたいなと思っております。次何パック目だこれ。6パック目か。よっ。よいしょ。の日本代表ですよ。大迫選手。大迫は初めてかな？大迫優也。追加なんだよね、確かね。よし。で、7パック目。ん？ 7 パック目か。よいしょ。ほい。おー、フレデリック・ギルバート。ギルバートは、そうだね、アリクロスだよね。確かに。今回あんまり、あれだよね、アーリークロスの選手とか、クロス重視の選手ってあんまりいなかったイメージあるけど。どうなんだろうね。実際。よいしょ。おっと。キラだった。誰だ？なんとなく今、名前見えちゃったけど。ドン。ほう。クリスティアーノ・ロナウド。なるほど。これどうなの？どうなんだろう、これ。まあ、やっぱり、あれなのかな。スカイズリミットとかあの辺の方が、ゴールデンガンとかチェックメイトの方が多分強いのかなと思うんですけど、レアルはね、この前ベイルも出たしね、やってみたいな。でもそのためにはね、ちょっと1枚欲しいカードがあるんですよね。ボビー・チャールトンだっけ？あの、KOLE かなんかの。あれが欲しいんですよね。まあね、あれでも結構お高いですよね。だからそれがね、ちょっとネックっちゃネックか。まあ、
まあそのうち、まあ、やりたいチームがいっぱいあるんですよ今。レアルもやりたい、ナポリもやりたい、もう一チームバイエルもやり、もう一回バイエルもやりたいから、そう、あとドイツ縛りとかね、国別もそろそろやりたいんでね、次いろいろやりたいことあるな。ほいで、これが8パック目、9パック目か。ほっ、よいしょ。セルジオ・オリベイラかな。ほう、チオ・ハウ弾道、なんかこれもクロスっぽい、違うかな、まあ、分からん、調べて覗いておきますはいはい、ということでラスト10パック目、いやふい、いやいや、お、アレックス・イオービー、イオービーはあれブレイクスルーよ、これブレイクスルーじゃないやつは持ってるね、これは初めてかな。アーセナル、アーセナル、ガナーズね。うん、ガナーズの由来ってこのあれなんだっけ、大砲のロゴっていうか、あのクラブのマークが由来だったんだっけな、ちょっと忘れちゃったなその辺。はい、ということで今回追加どうだろう、結構あるな、あれ追加ばっか、フレデリック・ギルバートはあれとしても、あとそうね、ああまあそんなにあれだな、そうでもないか、うん、まあまあそこそこあるかな。はい、ということで今回はクリスティアーノ・ロナウドでした。マニューワールド強いのかな、使ってみたい気がするんだけどね。またなんかで使ってみようかな。はいって感じかな。よし、はい、ということで、今回はクリスティアーノ・ロナウド久しぶりのワールドクラスが出ましたね。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。